ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がキャデラックエスカレード2021年式4500キロこちらの車両になります。今回でかい禁止でお願いいたします。何がでかい言ったら、じゃ あの貯金箱にお金入れる感じのことですか。で、後で小島さんから回収したいと思います。いやいやいや、もう、ね、もうとにかく車が大きい大きいもでかいも同じでしょで、今回ご紹介させていただくこちらのエスカレードなんですけど、一応ディーラー車ということで、はい、あの正規輸入車があるんですね、はい、もう歴代あるみたいな。あります、あります、はいはい、で、あの日本仕様だと割とこうグレードとか、はい、あの仕様とか限られてくると思うんですけども、その辺を中心に今回ご紹介したいと思います、はい、で、まず大きく分けてグレードの方が2種類、はい、プラチナムとスポーツがあるということで、はい、今回の車はスポーツの方のグレードになるみたいな、はい、でスポーツの方が少しだけ高いみたいですね。30万ぐらいですかね。ですよね、はい、で、家庭 BMW のラグジュアリーとスポーツみたいな感じを想像してたんですよ、はい、でスポーツになるとスポーツのシートになって、モケットシートになって、全然違うんですね。違います。ほぼニュアンスしか変わらないということで。変わらないです。装備は全部一緒、はい、同じです、はい、で外観のニュアンスが少し違うということ。そうですね。で今回の車はスポーツなんで、まずグリルがこのメッシュのグリルになる、はい、そうですね。でこれ今回車がラグジュアリーの方がないんで、はい、見比べるってことはできないんですけど、全然顔の印象違いますね。違います。もうそこでの見分け方じゃないですか。そこでしか、まあ、あとはねちょっとブラックアウトになったりとかそういうところだと思うんですけど、そこでの見、まあ、もう面はもうグリルですよね。違います、まあ、面積が面積なんで、そうですね、ここが違うと全然違う車に見えるということで、はいはい、そしてあとは各部が黒くなるのがスポーツということで、はい、そうですね、まあ、この辺ですかね、はい、あとこの辺だったりだとか、意外だったんですよね。なんかスポーツの方が高いのに、うん、はい、なんか黒くなるんだと。でも BM なんかはでも M スポーツの方が高かった。ラジオ、ラグジュアリーの方が確かにそうですね、はい、そしてあとは装備、気になるところなんですけど、はい、かなりこう先進的な装備とかいろいろついてくるんですよ。ついてますね、はい、っていうのもなんかキャデラックの歴史って、はい、イコールなんか車の装備の歴史でもあるぐらい、うん、まあ、いろんなものをこう先駆けて採用してたりだとか、うん、あとキャデラックが一番最初に採用したっていう装備もかなり多いみたいです、はい、であとライトなんか行くと、ライトの方がインテリジェントマトリックス LED ヘッドライトということで、はい、LED のタイプので、これなんかあの最近リコール出たんですか。ハイビームがなんか切り替わらない。あ、そうなんですか。それは知らなかったです、ね、確か、はい、だからでかさゆえなのか、はい、あの問題なのか分からないですけど、あれでかい言っちゃダメなんでしょう。あ、失礼しました今チャリンってなってます。チャリンですね、はい、この LED のタイプのヘッドライト、そしてこっちもこうライトというか、はい、これもなんかここつながってるんですよね、ちゃんとデザインが、はい、デザインがつながってますね。そしてあとは車がこの凹凸があんまりないというか、うん、だからこのサイズ感を感じるんですかね。どうなんですかね。でちなみに寸法の方を振り返っておくと、はい、全長の方が5400、幅の方が2065、はい、高さの方が1930ということで、僕どの辺が近いかなと思ってレンジのロング、はい、比べたんですけど、レンジのロングより20センチ長い、長いで幅も10センチ、はい、で高さに関しても6センチぐらいって感じ、はい、これいまいちピンとこないなと思って、うん、さっき教えてもらったカリナンにかなり近いみたいですね。そうですね、はい、カリナンより本当にちょっと短いぐらい、はい、幅もほぼ同じぐらい、うん、高さに関しては少し高い、うん、っていうでかい言っていいことしましたよ言葉に詰まっちゃって、レビューいろんなの見ましたけど僕も、うん、でかいしか言ってないじゃないですか。そうそうそう、はい、でもそれを封じられると、はい、もうなんかレビューができないですか。そうそう、パンチストレート打っちゃいけないみたいな感じでもう、ね、ちょっとね、じゃあ なるべく言わないぐらいの方向でいいじゃないですか、もう解禁で。本当ですか、はい、だとセンサー類もいろいろついてて、はい、360度のカメラだったりとか、はい、あとは PCD だったりとか、はい、その辺なんかもフルフルでついてる感じ、はい、だからなんかこうこれついてないんだよなっていうのはほぼないですよね。逆に言うとこれがオプションでついてますよっていうのもないんですよ。だからもう全部ついちゃってる。そうなんですよね、はい、で他の国の車と比べて も、はい、もうほぼ遜色ないという、遜色ないんで、まあ、むしろこんなについてるんですかっていうぐらいいろいろ装備がついてるわけです。そうですね、はい、そして横に早速回っていってよろしいでしょうか、はい、これ正規輸入車ってことなんですけど、この辺のマーカーは残ってるんですね。残ってますね、はい、だ点灯はしないですよねこれ、はい、入ってないですよね。あ、でも入ってるね。どうなんですかね、これちょっと後で店頭周りで、はいはい、トーカルでちょっと確認してみましょう。このマーカーもついてて、あとはホイールがラグジュアリーとスポーツで違うということで、はい、スポーツになるとこのバイカラーの、はい、これポリッシュですかね、ポリッシュというかポリッシュですかね、はい、とあとこっちのガンメタのバイカラーのホイールになると、うん、プラチナムはクローム、はい、ポリッシュかな、はい、キラキラのホイールになるということで、これサイズ全く一緒なんですよね、はい、
これもうどう見ても大きく見えないじゃないですか、はい、けどなんと22インチということで22インチですね。車の車がねボディとのバランスからするとすごいしっくりきてるんですけど、はい、これでもタイヤ的にはどんな感じなんですか。やっぱり位置づけ的には、え、どういうことですか。その要はこの四駆ラグジュアリーなのかスポーツ寄りのタイヤを使ってるのかって、どうなんですかね。どっちなんですかね。でもスポーツ寄りのタイヤ使ってると思いますね。そうでもないんですかね。このブリヂストンのこのアレンザっていうタイヤがあんまりこう聞きなじみないというか、うんうん、ない感じで、うん、僕はあんまり詳しくないんですけど、うん、このパターンとか見てもそんなにスポーツなタイヤじゃないのかなっていう、うん、ただまあもちろんゴツゴツしたオフロードのタイヤじゃないんで、はいはい、あとはいろんなデブ見たんですけど、うん、22インチということなんで、まあ、ある程度扁平あるんですけど、うん、あのその辺で硬さというか、うん、かなりしっかり感が出てるとかっていう、うん、レビューはいろいろありました、うん、でしかもなんかオプションがないんで、はい、小さくしたりとか大きくしたりとかないんですよね、はいはい、だから基本的にこのサイズ、このサイズですよね、はい、そしてあとブレーキの方もこの感じで、はい、足回りは優すですね、はい、はい、で、職能がマグネティックライドということで、はい、磁性流体の硬さが調整できるやつですね、はい、そうですね、この辺の足回りになっております。そしてあとはこのサイズ感じゃないでしょうか、はい、これ分かりますでしょうか。こんな感じですでもでかい、いいんですよね。もういいです。もうね、はい、あのバスですよ。もうバスです。本当バスです。2トントラックみたいなそんな感じのサイズ感、はい。そしてこのミラーなんかも、はい、その大型のものでカメラなんかもしっかりついて、はい、あとはこの辺も全部スポーツで黒くなってるんですね。はい、ルーフレールが、ね。ルーフレールが一番こうあれですね。一応目立ちます。でまあ、あの基本黒が多いじゃないですか。で白ってやっぱり今新車で売ってなくて、あ、そうなんですよね。そうです、はい、スポーツってボディカラー今黒しか選べない。黒しか選べないですね。今後また選べるって話もちょっと聞いてはいるんですけど、はい、一応現状流通しているものの中では、はい、その初期で選ば初期にオーダーしたもの以外は、はい、現状はもう黒しか多分黒しかないっていう。白はもうその初期の最初に選べるときに流通しているもの、はい、最初なんか5色だか8色だか、そうですね、はい、そのぐらい選べると、はい、そういうのになるとやっぱりこの黒が目立ちますからね、白は。で、ラグジュアリーだと現状でも5色から選べます。選べます、はい、何なのか、その辺のそこは何でしょうね。ちなみにこの後紹介しますけど、内装もスポーツ選べないんですよね、はい、選べないです、はい、黒一色になって、はい、ラグジュアリーだとベージュと黒から選べるということで、はい、その辺の違いもあるみたいです、はい、であとこの辺、アンテナここついてるんです。そうですね、これアンテナですよね。ね、なんでそこみたいな感じでね、わからないです。ただそんなに違和感がないのと見えない、高すぎるんで見えない、見えない、そう。ただ一番高くはなってないですよね。多分レールの方が高いんじゃない。いや、一番高いでしょ。高いんですかね。一番高いです。この辺購入される方は駐車場動向っていうのはもう当然クリアしてる方なんで。そうですね、あんまりこういう、でも気を使ってちょっとこう斜めのところに入れてるのかな。あ、どうなんでしょうね。可能性ありますね、うん、確かにこの一番このトップのところだともっと高い、相当高くなっちゃいますからね、こんな感じになってる。あとはどうしよう。あと電動のサイドステップが、はい、こちらが標準装備ということで、はい、これ乗るときも詳しく紹介しますけど、でも結構エスカレードってなんかつい電動前方もそうですけど、なんかそういうイメージないですか、ついてるイメージ。どうなんですかね、正直あんまりエスカレードが身近な車じゃないんで。あ、僕初めて見たときにやっぱりエスカレード電動サイドあすごいなアメ車っていうイメージがありましたけどね。そしてかなり大型なんで、はい、前も後ろも使い勝手良さそうですよね、はい、そうですね、幅広いですよね、はい、こんな感じの電動サイドも標準についてる、はい、だとこの辺のモールも黒くなるんですね。はい、なりますね。そして今回このサイズですけども、これよりさらに大きいのもあるんですよね、はい、ESV、はい、もっと長いやつ、はい、それは日本に正規で入ってきてないんですよ。入ってきてないです。なんで一応日本に、はい、入ってこれないでしょ、もう。そういうことなんですかいやいや、それぐらい確かに入ってきても、うん、あの乗れないですよね。乗れないじゃないですか、大きすぎて、はい、かなり特殊な用途に。だってそれって普通免許で乗れなくなるぐらい広くんじゃないの。いやでも荷台が長いだけなんで、ああ、そう、免許は多分関係ないと思うんですけど、か、うん、確かにこれでもいろんなレビュー見たんですけど、うん、都内とかだと、うん、やっぱりかなり気を使う、うん、一方通行のところなんかはかなり厳しいし、うん、駐車環境もかなり限られてくるということなんで、うん、まあ、これより長いっていうのはまあ正直かなり狭いニーズになってくるのかな、うんうん、いやでもね、これやっぱここまで大きければこの車を求める人なんでいいじゃないですか、大きくてってことは。いっそのことってことですね。いっそのことですよね。いや、大きくなかったらこの迫力はないと思う。確かにこう迫力すごいですよね。迫力すごいですよ、はい、もうなんかこう雰囲気、はい、あのなんかアメリカの大統領がこれの防弾仕様になったりとかするんですよ、はいはい、ビーストでしたっけ、はい、だからそれもやっぱり脈々とこう受け継がれてきた高級車の、はい、まあ、もちろんリンカーンとかもありますけど、うんうん、やっぱりそこのなんか雰囲気すっごく感じます。すごく感じるね、はい、そして後ろこの A、B、C プラスが、はい、
エンブレム入ってたりとか、そしてリアタイヤも4本通しですよね、はいはい、22インチのこちらが装着されました。でリアは片押しですけれども、ベンチのディスクブレーキになっております。であとはなんかこの方から足回りがすごいあの、はい、一新されてる、はい、先代までだとリジットアクスルって言って、はい、左右こうシャフトがつながってるタイプの足回りだったんですけど、はい、ここから独立変換になってるということで、はい、かなり乗り味が、良くなったというか、トラックから乗用車になった感じですね、はい、なんか路面追従性が良くなって、はいはい、まあ、その辺の関係もあってか、うん、あの静粛性もかなりアップしているということなので、うん、今回この後乗ってみたいと思います、はい、続いてリア周りを見てみたいと思うんですけども、はい、やっぱりキャデラックって言ったらこの縦長のテールランプじゃないですか、はいはい、うん、これセダンとかでも、うん、まあ、途中こう変わったりもしましたけど、うんうん、やっぱりこう縦長っていうイメージ、そうですね、イメージがあるね、うん、僕が同級生が、うん、もうすっごい古いキャデラック乗ってたりとか、うんうんうん、先輩が2000年ぐらいかなのキャデラックのセダン乗ってたりとか、うんうん、そういうの見てきたことがあるので、うんうん、このイメージなんですよね、うん、でこれ光り方に関してはこちらも透過類でチェックしてみたいと思います、はい、謎じゃないですか、どう光るか。そうね、うん、やっぱ迫力あるよね。迫力ありますよね、うん、そしてこの大型のトランクスポイラーと、うん、ワイパーもこれ隠れてるんですね、うん、ハイマウントがついてる、はい、あとはこの後開けますけども、はい、このキャデラックのエンブレムがトランク開けるボタンにもなってるということで、はいはい、そしてあとはエスカのエンブレムもついてて、あとは600、はい、エンジンが2種類あるということで、はい、約6リッターのこちらの車と、あとアメリカ本国に行くとなんか3リッターターボも設定があるということで、うんうん、この辺が変わってくるんじゃないかなと。あとこの大型のリアバンパー、はい、これあれですよね、ヒッチメンバーこれ外すと多分出てくるやつですね、はいはい、こんな感じ。そしてマフラーもなんかついにこうなったんですね、うん、まあ、先代そんなに詳しくないんであれなんですけど、うん、なんかアメ車って言ったらなんかマフラーこういうマフラーついてるイメージじゃなかったですけど、あ、ちょっとヨーロッパ欧州に近い感じ、うん、そんな感じします、うん、でこれブラッククロームみたいになってるんですか、うん、真っ黒じゃないですもんね。そうですね、だから色分けしてありますよね、うん、なんかこの辺もかなり高級感のある仕上がりになっております。続いてトランクの中を見てみたいんですけど、はい、なんとカーテシーがリアにもついてるってことで、はい、そうですね、おしゃれじゃないですか。でこの位置で足をやると開くと、洒落てる、洒落てますよね。これちょっとこれ欧州車欲しいですよね。真似してきそうじゃないですか。してほしい、してほしいです、欧州車、はい、これいいですね、これいいです、これは。確かにうん、イギリス車なんか横から入れないとダメとかあるんですけど、はいはい、うんうん、これ分かりやすくていいですね、うん、ちょうどねここっていうところね。そしてトランクはもう言うまでもないかなと、はい、この広さですよ、722リッターということで、はい、これシート全部倒すとなんと2000リッターらしいです、はい、2065リッター、はい、そしてこれでも先代から乗ってる方をするとかなり広くなったみたいですよね。あ、そうなんですか。そうなんです、先代全然物が積めないって言って、それは結構そのエスカレードでは言われてたらしいんですけ ど、 なるほど、この形になってからかなりこう広くなったっていうのが大きな改善点みたいですね。まあ、これより長いのありますけど、まあ、うん、もうこの時点でもショートじゃないですけど、はいはい、大きく分けたらショートですけど、そうです、ね、ショートでもこの広さなんですね、はい、これいいですね、だいぶいいですね、はい、だからゴルフバッグも全然横に2個重ねればいけちゃいます、ね、いけますね、はい、でなおかつ7人乗りということで、はい、倒してるね、この倒します、倒しますか。その辺の便利装備なんかも全部ついてるということで、ね、これね、ここなんですよ、欧州車と違うのは。あ、前行くじゃないですか、ベンツとかって、はいはい、行ってくんないんですよ、これ。なるほど、途中で回っちゃうんですよ。2列目をちゃんとスライドさせておかないといけないわけです。そうなんです。あ、なるほど。ということでシート位置は調整していただく必要があるんですけど、はい、一応トランクから3列目が倒せるということで、はいはい、でさらにもう1段階いけるんですか。ね、もう1段階いけるんですけど、そこを絶対気をつけていただきたいのが、はい、そこもダメなんですけど、はい、前も動かないんで、前ってリアのそういうことなんですか、画面がついてるんで絶対気をつけてもらいたいんですよ。え、リアエンターに突撃するんですか、これ。多分突撃すると思います。怖なので、結構運転席助手席を後ろに座ってる方は前にした方がいいです。これリアエンこの辺はじゃあご愛嬌ですね。そうですね、はい、でこれで、はい、ここのこっちですか。1回、うん、1回押してもらうとこっちでいいんですか、はい、あ、左右ってことですか。左右で2回。おすごいワイルドですね、うん、でもう一回押してください。うん、起きるんですか。起きるんです。そういうことですか、はいはい、反対もですか、はい、
なるほど、これ戻すのは手動ですよね。戻すのは手動だったんですね。そうですよね、手動ですね、モーターで上がってるわけじゃないですもんね、はい、バネで上がってるだけですもんね、はい、これ広いっすね。広いっす。だからもうあの積むものが今瞬時に出てもらったんですけど、大抵のものは入っちゃうんじゃないかなっていう。そうですね、はい、まあだから寝れますよね。確かに、まあ、まあ間がねちょっと空いてるけど、はい、うん、全然車中泊できちゃいそう。車中泊できます、はい、そのぐらいのサイズ感ということで、はい、そしてこの下にも少し収納があって、ここは逆に狭く感じるぐらいですよね。ここは何にもね、はい、置けないからね。表示板だったりだとか小物が少し入っております、うん、そしてトランク赤毛の、はい、サウンドシステム、はい、サブウーファーが入っているということで、はい、これ標準なんですよね。標準ですね。これなんとびっくり、あの28チャンネル36スピーカーということで、はい、これ音めちゃめちゃいいですよ。あ、そうなんですか。音後で聞いてみましょうか、はい、こんな感じのトランクになっております。そしてあとこちらの車はこのガラスの部分も、はい、開けられるということで、はい、うん、はい、これでもこのガラスの部分って外人仕様ですよね。そうなんですか。だって届かなくないですか。ああ確かに日本人の人は無理っすね、うん、全然無理です、うん、無理ですよね、はい、一応 BMW のワゴンみたいな、はいはい、ここだけ開けられるということで、この辺の作りは結構ワイルドだなって感じしますけどそう、ね、はい、でもあるとないじゃ結構違うかなっていう、うん、でもちょっとこの高さが、まあ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 、まあ、でもやっぱりリアゲート開けるとリア特に日本なんかだとギリギリ止めることもある。狭いからね。これだったら全長より出ないんで、うんうんうん、ここだけ受けて買い物したとこう。あーそうね、使える。もはやでもこのサイズだとトランクに入れるよりもう席とか前の席に積んだ方がいい気がしますけどはい、はい、割とこの辺便利に使えそうだなっていう気がします、うん、はい、続いて内装を見てみたいと思います。で内装がこれドアノブ引くんじゃなくて、このドアノブの後ろのこのスイッチを触る感じ。そうですね、はい、スイッチを触る感じ。でこのドアノブにはここも微妙にキャデラックのこの絶妙にマークが入ってたりとか、隠れキャデラック隠れミッキーならぬ隠れキャデラックが入ってますけど、はい、これ引いていただければ電動でこんな感じで、でソフトクローズも当然ついてて、もう一個優秀だなと思ったのはもうこのぐらいからドアが閉まるんですよね。結構ワイルドに。なんであんまりハンドアは心配しなくていいのかなと。一応念のためソフトクローズもついてるってことなんですけど、そして内装がこんな感じでご覧ください。黒一色でまとめられたスポーツならではの内装ってことなんですけど、まずシートの方が 8way のパワーシート、これ全部本革だそうです。でこれ座面とか背中とかめっちゃかっこいいですね。いいですよね。あんまり見たことないパターンの、これステッチですよね。ステッチとこのパンチングで、うん、はい、再現されているこのシート。そしてあとはこれちなみにセミアニリン仕上げということで、あの染料と顔料の中間のやつなんで、かなりレザーの風合いも残ってるこんな感じのシートになっております。あとはダッシュボードなんかも全部レザーで、中めっちゃ豪華というか高級感ありますね。いや、はい、むしろなんか安いなと思っちゃった。あ、そう、はい、これだけの装備とかいろいろついてて、うんうん、あの金額だったら結構安いんじゃないかなっていう。多分ね、あとはその乗ってどうかっていうところもあるけどね。そうですね、うん、そしてナビだったりメーターを兼ねてるこの大型のモニター、これ小島さんサイズいくつか知ってます？34インチ。38インチ。8かそうか、うろ覚えだった。家庭用かっていうぐらいのサイズですけども、はい、これ詳細を紹介していくと、左側が 7.2 インチ、センターが 14.2 インチ、右側が 16.9 インチということで、合計38インチということです。でかい。でかいですね、はい、言ってしまいました、はい、そしてステアリングもこのキャデラックのマークがエアバッグに入った、うん、本革のステアリングになっているということ で当然調整なんかも全部電動で、あと他のところもそのダッシュの下の部分もレザーだったりだとか、うん、センターのこのコンソールなんかも脇がレザーだったりステッチが入ったりとか、なんかすごい高級感やっぱりありますね、うん、なんかそのなんかワイルドさだけじゃないよね。でベースがやっぱりこのタホだったりサババだったりデナリだったり、うん、フレーム共通じゃないですか、うん、でそれの延長線上かなと思ったら、うん、全然そういう感じじゃなく、もう全く別に作り直された本当に高級感のある内装っていう感じになっております。続いて内装を見てみたいと思います。さっきカメラマンに教えてもらったこのステッカー、これテキサスで作ってるってことなんですかね。ビルドウィズプライド、プライドと一緒に作ってると。だからもう本当にだからアメリカのなんかこう、うん、象徴じゃないですか。象徴、そう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 ですね乗ってみたいと思います、はい、電動サイドあるとやっぱり楽ですね。かなり乗りやすいですね、はい、でしかも結構すごいがっちりしてるよね。めっちゃ頑丈っすよ、うん、だ僕多分アメリカ行ったら、うん、あの日本だとわがままボディとか言われちゃうんですけど、うん、アメリカ行ったら小柄ですから、うん、そうね、うん、お前ちゃんとご飯食べてんのかって言われちゃう、うん、
サイズなんで、うん、そして乗り込むと、え、めっちゃいいんですけど、あのシートのゆったり感半端ないですね、うんうん、だってですね、やっぱりアメリカ基準ですからね。そうですね、アメリカ体験もいけちゃう、うん、こちらのシートナンバーサポート付きの、はい、8ウェイのシートになっております。で調整もさっき1回乗り込んだら、うん、スライドめちゃめちゃ下がってて、うんうん、すんごい調整の幅ありますよね、うん、ある。だからやっぱりもう世界基準ですよね。もう届かないんですよ、だって後ろにしちゃうと思う。そう、はい、だ基本やっぱり大陸なんですよ、アメリカ大陸ですよね、はい、ワイルドに乗りたい方には持ってこいかなと、うんうん、そしてステアリングとダッシュボード、こんな感じです。視認性はそんなに悪くないんですけど、うん、やっぱりこう大きさ感じるのと、うん、はい、前は少しこう見づらいかなっていう感じがします、まあ、このサイズなんで、うん、はい、まあ、あとはサポート系に頑張ってもらう感じでしょうか。あとは意外にメカニカルスイッチが残ってるんですよ、うん、でステアリングなんかはこのステアリングヒーターなんかもついてますし、とにかく装備がいいんですよね。装備がいい、うん、シートだってシートヒーターベンチレーション当然ついてるし、うんうん、ついてますよね。ついてます、はい、助手席もついてます。この辺なんかの装備も充実してて、この辺なんか2駆4駆の切り替えですかね、うん、この辺なんかの、あとオフロードのこの辺なんかもついてて、エアサスなんで車高の上げ下げももちろんついております。で、サイドブレーキは電動に乗ってて、ここのスイッチになっております。ちょっとオンにしていいですか、はい、後ろかけていいですか。いきます。え、かっこいいんですけど、メーター今めっちゃかっこよかったじゃないですか、うん、こちらのタイプのメーター。そしてこれあんまりこう賑やかなごちゃごちゃした感じっていうのはないんですよ、うん、本当に高級感のある表示、うん、で全部液晶なんですね。アナログメーター残ってないですもんね。全部液晶のこちらのメーターになっております。そしてこれタッチですよね。タッチです。しかも反応めちゃいい、これいい。しかも当然ディーラー車なんで、うん、日本仕様に全部なってるということ でカメラとかやってみましょう。サランドビュー、これ動したりはできないですよね、はい、オーバーヘッド。いや、こっち、あれができます、これで。あ、こういうのはできないんですね。けど、これで切り替えたりとかできると、うん、え、だいぶいいっすね、うん、これはね、結構見慣れてるよね、ベンツとかでもね、はい、そして、アンビエントも8色でしたっけ、はい、はい、この辺で切り替えできる。これも結構、そんなにド派手じゃないですね、うん、なんか新型の S クラスみたいにもうそこら中で使って、まあね、うん、ゲーミング PC かっていう、そんな感じじゃないですね。あとこのパーキングアシストか、はいはい、この辺もついて、これでも試したいけど試せるとこないかな。そうですね、これやめましょう、はい、あとはメディア関係も一通りついてて、あとカープレイなんかも当然使えるということで、はい、テレビがないんですよ。あ、なるほど、はい、これでも後付け多分できますよね。できると思うんですけど、はい、興味のある方は言っていただければお調べいたします、うん、そしてあとはこの辺がエアコン関係ですかね、うん、はい、でさっきカメラマン言ってましたけど1度ずつなんですね、うん、0.5 キーだけじゃない、そうね、それはアメ車みんなそうだよね。あ、そうなんすか。いや、歌詞だからってことですか。多分そうじゃないの、うん、一応摂氏の表示になってるんで、うん、まあ、使い勝手は全然いいんじゃないかな、うん、当然シンクロボタンもついてますし、うん、はい、この辺がシンプルだね、これ本当にね。そうですね、うん、なんかこうごちゃごちゃしてないというか、うんうん、非常にまとまりのあるインテリアになってます、うん、そしてあとはここがでかい、うん、丸高っていう過去一でかいよね、ここね。でかいっすよね、うん、今まで小島さんと撮ってきた車で多分一番でかいっすよね。ちょっと距離感じるわ、ツッチーと。だって30センチぐらいないっすか、うん、助手席遠いっすもんね、遠い、うん、ここがとにかくでかい、うん、そして大型のこのウッドのパネルがついてて、これこっちと一緒っすよね、うん、ウッドに関しては少しが作り物感を感じます、うんうんうん、多分これ人工の音じゃなくて、うん、ウッド柄なんだろうなっていう、うん、でこの蓋もでかくないですか、うん、いつも紹介してる車の倍ぐらいあるんですけど、ありますね。ただ中身に関してはそんなに、うん、はい、これあれですかね、アメリカのファストフードの一番でかいドリンクが置けるようになってるんですかね。 でしょう、多分、うん、そうだよね、多分ね、こんな感じで、はい、でここ小物入れもついてて、うん、あとここ USB のタイプ A とタイプ C がついてると、うん、これでかい。でも助手席もなんかちょっとこうすごいゆったりしてるな。そうっすよね、うん、このサイズ感じゃないと得られないこのゆったりさ、うん、ゆったりさ。あとちょっとこうデザインだと思うんですけど、こう沈んでるじゃないですか、ここは、はい、だからすごいなんかここの空間がいい感じですよ、圧迫がなくて、うん、こんな感じの助手席になってます、うん、そしてシフトは意外にこうなんかこう
むちゃくちゃのものをやってあるというか、うん、はい、これなんかどっかで見たことあるシフトですよね。他の車と共通ですかね、もしかしたら。多分ね、共通な感じはしますね。なんかあの BM みたいにクリスタルになってるとか、うんうんうん、はい、とかいうのもなんか割とこう反応がこう来る感じですよね。こんな感じのシフトになってます、うん、あとこの辺なんかもう意外に装飾してない、うんうん、はい、で一個一個の操作関係に関してはいい意味でですよ、うん、あの普通っす、うん、なんかあのベントレーみたいな、うん、あの機械式の時計みたいな、うんうん、もうカチッカチッっていう操作感じゃないですけど、うんうん、全然こう好印象な、うん、はい、操作しやすそうなボタン類とこの辺のコマンド類と、はい、これいいっすね、うん、そしてあとはここが少し小物入れ深っ、これなんでこんな深いんですか。携帯入るようになってるんですか。でもなんかここにさ、はい、あるよね、くぼみがありますよね、うん、くぼみっていうか出っ張って出っ張ってなんか押さえるような、はい、ゴムの突起があると、うん、携帯が多分一通り、うん、入るような感じかな。多分落ちないようになってるよね。あ、 iPhone の一番でかいのはちょっと厳しいかもしれないですけど、だいたいスマートフォン入りそうな感じのこの辺の隙間もあります、うん、そして小山さんこれ知ってます、うん、何が冷蔵庫っていうそうですね。でこの 700ml のペットボトルが6本入るこの大型の冷蔵庫が標準装備ということで、はい、でなんとこれ冷蔵庫だけじゃなくて冷凍機能もあるんですよね。あ、それ知らなかった。マイナス5度まで設定できるらしいですよ。アイス食べれる。そうっす。コンビニ行って急いで帰らなくていいんですよ、うん、あのコンビニ行ってアイス買ってゆっくり家に帰れるんですよ、うん、マイナス5度まで設定できるらしいです。5度からマイナス5度、はい、そしてこっちにも USB のタイプ A タイプ C がついてて、うん、はい、こんな感じのコンソールになっております。であとはペダル意外に質素っすね。そうですね。なんかこうアルミで装飾されてたりするのかなと思いきや、はい、全然普通の、ただアクセルペダルが割と奥なんで、うん、ちょっと慣れが必要かなっていうのを思いました、うん、で昔のアメ車みたいに調整するやつとかないんですね、うん、なんか昔のサバ版でしたっけ、ナビゲーターだっけな、ボタンを押してこうペダルがグイーンって出てくるやつありましたね。俺そっちの知らないんですよ。あるんですよ、ナビゲーターかな。そういう機構ないんで、うん、ここは少し慣れが必要な気がします、うん、たださすがのサイズ感、そしてあんまり癖ないんで、うん、ブレーキもドセンターだし、ペダルもこれ上から下がってるタイプですね、はい、でフットレストも大きいんでかなり乗りやすそうな感じではあります、はい、そしてあと天井関係、これついたでかすぎじゃないですか。いや、もう全部が大きいから、ね、全部が大きいからもう、はい、ちょっと反射は気になってしまいました、はい、やっぱりそのメッシュというかグリルが大きいんで、でもちょっと運転してる時となんかちょっとでね、試乗する時にちょっとチェックしてもらえれば、はい、こんな感じので、うん、これ全部スウェード調なんですね、うん、アルカンターラかどうかはちょっと分かんないですけど、このスウェード調多分人工比較だと思うんですけど、はい、で天井もそれっすよね、はい、同じ生地、はい、でこの辺なんかも全部スピーカー、はい、これチーマイクかな、はい、もついてたりとか、はい、あとバイザーは非常に薄いタイプですけど、この大型のバイザーがついております。でバニーティーも大きい、あ、しかもふわって光るんですよこれ。ただバイザーはさっきカメラマンとも言ってたんですけど、はい、2枚欲しかったな、こうとこうと、うん、はい、すいません、はい、はい、次行きましょうそしてあとはサンルーフも全部標準装備ということで、はい、だ選ばなくっていいわけですよね。そうですね、はい、全部ついてくるということで、はい、この大型のサンルーフがついております、はい、あとこの辺でトランクの開けたり閉めたり、あと後ろの席の調整なんかもこの辺でできちゃうということです。続いて後ろの席も見てみたいと思います。リアドアもこのサイズなんでめちゃくちゃ乗り込みやすそうですね、はい、今回僕も乗っていいですか。どうぞ。後ろもこの電動サイドすごく大きいんで、はい、開口部がだってまずやっぱりこのサイズですよ。アメリカンスタイルですよ。いいですね、はい、そしてこの方から2列目がスライドできるようになったということで、はいはい、このレバーでなんと前後、はい、あ、これ一番後ろ、一番後ろ下げてます。はい、あ、前に行く、はいはいはい、あ、今シートが下がっちゃってるんですね、これ。そうですね、はい、そうですよね、多分普通だとそうですよね、こんぐらいですね。はい、それでもだいぶ運転席後ろですけど、それでも全然、うん、ゆったり乗れていけるぐらいの、はい、さっき私が前に乗ってたなんとこんぐらい空いてますかね。もう全然ゆとりの、そしてこの下にもつま先入るし、はいはい、これだいぶ良くないですか。いいっすよね、はい、でアームレストもついてて、はい、でリクライニングもめちゃするんですよねこれ。え、これちょっとアルファードじゃなくてこっち良くないですか。ん、某プレミアが付いてるアルファードじゃなくてこれを買う、どうなんだろうな。だいぶいい、でもちょっと、でも、あ、でもあるかな、あ、まあいいかな、うん、両方ありますからね、はい、そこの話ですか
いや、アルファードの リアの セカンドシートだとやっぱこうイメージしたらこういうイメージだったから、はい、こういうイメージ、うん、ドア側にアームレストついてる、うん、そうそう、あるから閉めてもらえば大丈夫かな。そしてこのリアエンターも標準装備ということで、うん、これ良くないですか。これでもな、あれだよね、多分いろいろできるけど、まああっていいかなぐらいかな。だって Bluetooth で個別にヘッドホン設定できるし、うん、はい、あとは USB 差し込めば音楽聴けますし、うん、あとこのミラーキャスト、うん、はい、でだってスマホミラーリングもできるわけですよ、うん、でなおかつ HDMI もついてるんですよ、うん、こっちの下側ですけど、これでもさ、はい、ちょっと寂しいよね。え、ここにさ、はい、全部できちゃうじゃん、はい、ここの世界だよね、全部ね。いいじゃないですか、ここにもう。いや、みんなでなんか同じ音楽聴くっていうのもなんかちょっとこう時代を、それ前でやってもらえば時代を感じない。まあ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 、そうですね。なんかこう、自分の携帯だけでやるみたいなさ。でもいいじゃないですか。まあまあ、それができるからね。でも絶対うちの家族で出かけたら、うん、長男と下の子でやっぱり見たいもの違うし、うんうん、はい、やりたいこと違うし、うんうん、アメリカとしては最強だと思います。で各ね、はい、一台一台携帯も充電できますから、 HDMI はついてて、はい、でドリンクホルダーもついてて、はい、エアコンももちろん別のタイプになってると、はい、これだいぶいいっすよ。シートヒーターもついてるね、リアスか、うん、はい、あ、そうっすね、リアのシートヒーターもしっかりついてる。で当然天井も僕身長175ですけど、うん、握り拳1個ちょっとぐらいあるし、このサンルーフなんで全然もう空間がとにかく広いですよね。広いね、うん、ミニバンかっていうぐらいのこの室内空間じゃないですか、うん、そうね、高さがね、うん、すごいいいよね、開放感って。やっぱスピーカーの数がねあるね、いっぱいね。そうなんですよ、スピーカーの、はい、さっき前で抜かしちゃいましたけど、うん、ヘッドレストのここにも入ってるんですよね、はいはい、最高です、うんうん、はい、後ろ行っちゃうじゃん、はい、このまま。じゃあこのまま3列目も小島店長にちょっと、じゃあこれ3列目は、はい、どうだろうな。え、 どれぐらいでいいの。いや、これ全然乗れますよ。あ、本当に、はい、ちょっとこれ広すぎる。ちょっと下げてもいいです、うん、これ全然大丈夫です。うん、でも、うん、ちょっとリクライニングしないんでちょっとあれかもしれないですけど、でも足こっちに伸ばせるじゃないですか、はい、だからちょっといい感じですね。どうだろう、だ現行型でこの2列目がスライドできるようになったのがかなり大きいみたいですね、うんうんうん、そう。でそれまではやっぱりさ、はい、2台もそうだし3列目は全然乗れないって言ってて、ね、先代までは3列目ってかなりこう応急的な、うん、こんな感じだったけど、かなり窮屈だったんですけど、うん、3列目が普通に座れるようになって、普通に座れる。で装備に関してもついてるんですよね、んタイプ C がこうね、はい、ついてますね。でドリンクホルダーもしっかりついてて、でエアコンの吹き出しもついてて、ついてるからね、はい、大人で1時間ぐらいかな。全然罰ゲームじゃないですよね、うん、はい、1時間30分ぐらいかな、我慢できる。いや、1時間行きましょう。1時間、あ、まあ、こっちはね、はい、楽しければ。そうですね、いいね、うん、だ3列目3人はきついかもしれないですけど、3人はいや、でも減ってる人ないから、3列目2人だったらまあまあいけるかなっていう感じはしますよね。で、うん、で先ほど小島さんが解説してた、なんと3列目と前の席の会話ができる機能がついてる、うん、それぞれマイクとスピーカーがついてて、まあ、後ろで喋ったのが聞こえると。今すごい聞こえてますよ。小島さんのはあんまり聞こえないですけど、 あリアマイクオフだからだ。お願いします。聞こえます、ツッチツッチ。え、聞こえないです。え、嘘本当に、はい、僕の声聞こえます。すごい、あのスピーカーを通して聞こえます。ああ、でも確かに少し聞こえてるかな、うん、でこの辺の強弱もできるということで。できますね。あ、聞こえる。すごい聞こえる。普通に聞こえますよ。前見てで運転して前喋ってても全然聞こえますよ。あ、なんかでもスピーカーの音と実際に小島さんが喋ってる音が重なって聞こえるんで、うんうん、少しハウリングしてるみたいに聞こえますね。だってさ、後ろからって前に声が発するから多分そんなに強くないと思いますけど、ツッチーの声って前に走って後ろに来るから全然聞こえないじゃないですか。めちゃめちゃ聞こえる。これすごい、すごいよね。これこれミニバンとか標準装備にしてほしくないですか、全車も。そうね、全メーカー、うん、これいいっすね。こそこそ話できないけどね。できないっすね。あ、大丈夫、オフがある。あ、そう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 でもさっきも言ったんですけど、サードシートエアコンの足元バリ効きますよこれ。へえ、すごい涼しい。エアコン差別ないんですね。全然ない。なんか僕のイメージだとアメ車全般なんかエアコン強めに効くイメージなんですけど、うんうん、これさっきサードシート30分1時間かななんつうけど全然1時間いけますこれ。これいいっすね、うん、だこの辺の細かい装備がかなり
充実してるという。やっぱりキャデラックですよ、やっぱりアメリカですよ。やっぱり新車価格のね1000万超え2000万弱だけあるね、やっぱりね。いやそれに見合った機能以上のものがついてる気がする、うん、でこれちょっと乗ってみたいね、やっぱりね。これ乗りましょう、乗りましょう、はい、こんな内装になっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、ですか。大きいですからねこれ持ち上がるのが。でも俺見たら素材はアルミっぽいですよ、はいはい、軽いんですね。だからまあまあこっちのねダンプあるからあれですけど、よいしょっていう感じで、はい、そしてエンジンの方が 6156cc V8OHV ということで、はい、なんと馬力の方が416馬力、はい、63.6kg。 だからもうなんかスペック的にはなんかすごく飛び抜けた感じじゃないですけど、はい、なんかこうアメ車のゆったりした、うんうん、この余裕のパワーを引き出すエンジンなんじゃないかなと、はい。そしてこちらに組み合わせるミッションの方が10速オートマン、当然4駆切り替えできる4駆のタイプになっております。そしてこれ先代が8速オートマンだったんですよね、はい。なんで、まあ、エンジンのそのパワーアンドだったりとか、うん、いいところはもう細かく使えるんで静粛性がこの辺でもかなりアップしているということです。でこれ小島さん知ってます？ V8 エンジンを一番最初に採用したのもキャデラックなんですよ、うん。ああじゃあそう、さあ最初のあれに通じるわけですね。キャデラックが始まりと1914年に車に V8 エンジンを初めて積んだのがキャデラックということで、はい、もうここを右に出る者いないんじゃないかな、うん、はい。そしてあとはこのシリンダー休止機能、今回の車も当然ついてるんですけど、これがダイナミックフューエルマネジメントっていうらしいんですけど、うん、シリンダー休止に関してもキャデラックが一番最初に採用したの知ってます？知らなかった。1981年のそんな前に。そうです、ビッグブロームじゃない、フリーウッドブラムか、いわゆるあの映画とかに出てくる四角い、あのキャデラックが一番最初に採用したんですよ、それ僕の同級生が当時乗ってて、まあ、20年ぐらい前ですけど、はい、まあ、壊れまくってたんですまあその当時はね、もうしょうがないね。やっぱりシリンダー休止がその当時1981年に初めて採用したらしいんですけど、やっぱり不具合が多すぎて、しばらくして廃れちゃうんですよ、でまたこう技術が進化してきて、もう今の車って言ったらもうついてたら当たり前じゃないですか、もう大排気量とか多気筒エンジンって、はいはい、まあ、それがもう今回の車もそう、はい、この辺もだから最近ちょっとこう取り入れたメーカーとは訳が違うと思うんですよ、うん、もう歴史がある車なんで。そしてあとはエンジンの方なんですけど、うん、日本仕様だとこの 6156cc だけってことなんですけど、うん、はい、アメリカだとこれ3リッターもあるんですよ、はいはい、ただまあこれだけの雰囲気の車ですから、うん、やっぱり 6.1、そうですね、はい、ここが持ってこいになってくるなと、はい、この走りに関してはこの後乗ってみたいと思います、はい、これでもちょっといいですか、はい、見てエンジン見てどう思いました？これすごい幅ないですか？あ、だから車の車体の方にすっごい寄ってるんですよ。寄ってるんですよね、だからすごいですよね。だこの辺が多分衝突安全とか、はいはい、その辺に関係してくるところなんかな。ここまで入ってるのってなかなか見ないですよね。だと低いんですよね、ちゃんと。そうそうそう、だって V8 だとやっぱりすごい大きいイメージあるんですけど、うん、OHV でヘッドがちっちゃいからですかね、うん、ただエンジンは非常に車が大きいのもあると思うんですけどコンパクトに見えちゃうぐらい、はい、一応自然吸気ですね。そうです、うん、やっぱり V8 スタンドを流しながら、そうですね、走っていくということで、はい、この後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いてエアサスペンションの動きも見てみたいと思います。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、
小島さん、最初のキャデラックの歴史は車の装備の歴史のとこ振り返っていいですか。はい、途中でも話しましたけど、はい、まずシリンダー休止、フリウッドブロアームが最初です、はい、ナイトビジョン、2000年のドゥビルが最初です。ナイトビジョンは僕いまだに覚えてるんですけど、うん、ドゥビルが出てナイトビジョン、うん、確かその時オプションで120万ぐらいしてたんですよ、うんうん、それニュースになってましたから。わ、それ標準装備ということで、うん、で夜間のみ利用できますということなんで、うんうん、今回使えませんけども、はい、一応機能ついてる、はい、最近メルセデスもついてますもんね。ナイトビジョン結構昔からついてるね。そうですよね、 BM とかね、うんうん、で走りはキャデラックです。あ、そうなんだ。だとスターターモーターを発明したのもキャデラックなんですよ、うん、へー、スターターモーター、へー、うん、で今はそれまでって こういうやつだったらしいんですけど、それでその時代になんかエンジンが止まっちゃって困ってる女の人がいたらしいんですよ、うんうんうん、でそれを助けるのに、うん、あ、これ絶対あった方がいいよねっていうんで発明されたらしいです、うんうん、ちなみにその助けた時に、そのハンドルがブルンってなって、頭蓋骨骨折かな、かなんかでその人は死んじゃったらしいです、そうなんだ。そのぐらい当時はそのエンジンかけるっていうのは危険だったらしいですよ。でそのスターターモーターを発明したのも1972年、うん、キャデラックが最初です、うん、で V8 エンジンも途中で言いましたけど、これも1914年の車に採用したのです、うん、で他にもオートマとかパーセとかエアサスとかパワーウィンドウとか、うん、あとは自動調光ライト、うん、あとパワーシート、うん、あとエアコン、クルコン、うん、オートクロージャーのトランク、うん、あと電動のホロなんかも全部先駆けて採用してるってことで、すごいメーカーじゃないですか。まあ、でもよく言いますよね、なんかアメリカが発明してドイツがなんか使えるようにしてみたいな、うんうん、日本がなんかさらにそれをしてみたいな、うん、そうなんだっていうことらしいですよ。だと今回の車日本仕様なんでついてないんですけど、うんうん、本国仕様だと半自動運転のスーパークルーズっていうのもなんか本国だとあるんですか、うんうん、やってくれるみたいです。で他にもさっき小島さんおっしゃってましたけど、なんかそのハンドルがブルブルするんじゃなくてシートがブルブルするんですよ、危険を察知した時に、はいはい、そんな機能なんかもついてると、はい、シートがブルブルするようであれば僕のリアクションでお届けしたいと思います、はい、であとはアーカーゲーのサウンドスカ、はい、せっかくだから聞いてみようということで、はい、むちゃ音いいじゃないですかこれ。いいよね、すごい。ちょっとドライブ来たね低音半端ないですよ、うん、でもこれもちろんサウンド調整できるんですよね、サウンド適切な音量、まあ、この辺のイコライザーもあるっすよね、サウンドメダバーサウンドモード、フロントシート、イコライザー、ああこれ全部アップになってますよね、スタンダードなのに戻しましょう。これ上の音すごいっすね、うん、上から降ってくる音が、うん、音いい。車の広さもめっちゃ効いてるんですけど、うん、ちょっとこれはぜひ iPhone 持ち込んでいただければ聞けますよ、はいはい、試乗はなかなかできないですけど、はい、試聴はできるということで、はい、参りましょう。あ、シートブルブル言った、見たでしょ、お尻がブルブル言った、これドライブ入れるだけ言うんですね。いきます、はい、うわ、でかい。これ最初にでかい禁止って言っちゃったんですけど、うん、これでかい禁止にしたら喋れなくなっちゃう、喋れなくなっちゃいますね。あ、ダメ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 、来てダメダメ、あ、いい、おいって言って言って、パッシングって、はい、微妙じゃない、危ねえよって言ってパッシングされるのか、行っていいよっていうのはちょっと、うわぁ2トントラックですあ、でも乗りづらさないっすよ。ないっすか。ないっす。今足回りとかあれはスポーツとか何全部ノーマルじゃないですか。ノーマルですか、はい、肉の多分、あ、あの四駆の切り替えも全部オートですね、うん、はい、ですね、まずはステアリングに関しては軽い、うん、イメージするならあのレンジローバーみたいな、ああいう軽いスムーズな感じですね。ステアリングはレンジローバーにちょっと似てる気がします、うん、すごいこうヌルヌルで軽い感じ、うん、前ちょっとどっかで 見たレビューだとその遊びがすごいあるって言ってましたね。あ、そうかもしれないです。結局まっすぐ走っても結構遊んじゃうみたいな感じの言ってました、はい、めちゃくちゃクイックなステアリングというよりかは、うん、そうですね、でこのステアリングのこの回した感じだけレンジ見たらヌルヌルの感じです、
ただレスポンスはそういう感じじゃないです全然、うん、で出足はさすがに重さ感じます、うん、資料見たら 2.5 トンっていうことなんで、うん、でも G63 が 2.4 トンぐらいなんですよ、うん、100キロぐらいアップで収まってるってすごくないですか、うんうん、そうねこのラダーで、うんまあ、G63 はね本当エンジンが重量機だからねそうですね、うん、でブレーキに関しては割と欧州車 の大きいブレーキついてる車に乗り慣れてると、うん、効かないです、うん、あれはよく言うこのサイズ感でいくとレクサスの LX よりかは効くでしょう多分ああそうかもしれないですね LX 効かないじゃないですか結構効かないっていうか国産車全般ちょっとふかふかしたブレーキ多いですよね、うん、レクサスとかもあれよりかは多分効くんじゃないですか効くっていうかもうちょっとダイレクト感ある気がします、うん、ベンチレーションは結構効きます、はいベンチレーションをオンにしましょう、はい、それをヒートでしょう失礼しましたえあこっちか、はい、うわこれいいっすね助手席は全然もうこれ運転して楽しいかって言われたら、うん、全く楽しくないですけど、うん、全く楽しくないってことはないなその運転をする駆け抜ける喜びはない感じでしょそうですね、うん、ただこのサイズ感から来るこの優雅さ、うんって言ったらもうビッグセダンの日じゃなくないですかこのなんだろうラインって何なんでしょうねこのデザインなんですかねデザインなのね多分ねセンタースピーカー入ってますよねでも、うん、気になるなこれそして意外に乗り味は、うん、ふわふわしてるかと思いきや、うん、割とこう路面をこう拾いますね、うん、タンタンタンって感じですね全体的な車の動きはすっごいゆっくり、うん、やっぱりレアサスなのとこれだけ重量があるんで、うんこう細かいこう軽いものが動いてるような動きはしないですねやっぱり大きい船みたいなものがこうグワングワンって動いてる、うん、ちょっと大きい船だねやっぱり ねこれスポーツにしてもモードピーカーどこでやるんですかこれかスポーツです、はい、一応モード切り替えですツーリングとスポーツとルート外牽引もしっかりついてるとはいスポーツでございますあスポーツの方が全然出足がいいっす、うん、で回転ちょっと高めで、うん、さっきよりかも足もちょっと欧州車に近くないですかスポーツの方がそうでもいやそれでもやっぱりこう車の動きがこうなんかこういう感じゆっくりっすね、ゆっくり、うんはい、これだから駐車環境と本当にその使用環境さえ整ってる方だったら、うんうん、本当になんか高級のミニバン買うよりかは全然いいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、うんただみんなそこなんですよね駐車環境と、うん、使用環境がマッチしないからアメ車ってそんなに日本でめちゃめちゃ流行ったりしないじゃないですか、うんうん、でもねさっきの車の歴史からしたらやっぱりもっと日を当たってもいいそうですね思います僕は、うん、でもアメ車って壊れるイメージっていうのがすごいあったからね昔ああそうですね、うんこれ後ろ乗りますか？いいですか？ちょっと後ろ乗りましょう。というわけで運転席レビューはこんな感じでかなり甘いですけど、うん、あとヘッドレストがやっぱり硬いですねスピーカー入ってるだけあって あと両サイドがカチカチじゃないですかスピーカーのグリルでそこぶつけたら痛いだろうなと思っちゃいます、うんはい、じゃあ土屋君行こうか小島様よろしいでしょうか、はい、参ります、はい、でかいな後ろいいな助手席よりやっぱいいですね後ろあいいですか、うん、いいですだ実際なんか7人乗れます8人乗れますとかって言っても、うん、その快適性って車それぞれじゃないです か、うんうん、だかこれだったら7人乗って本当に全員快適に移動できますよね、うん、7人目はちょっと怪しいかもしれないですけど、うん、少なくともでも助手席よりも足のなんかこう振動を、まあ、センターなのかなすごいドドドドドってなんか感じる感じがしますねなるほど拾ってるなって感じしますね、はいはい、ヘッドアップディスプレイも見やすいしあでも静か静かっすよね静か思いました僕それ、でエンジンのあんまりドロドロもあんまり聞こえないし、うん、全然ロードノイズもそうだし外の音もあんまり聞こえないですよねちょっと一番後ろ行ってみますね、はい、よいしょ2列目がセパレートなんでよいしょよいしょささっと後ろに行くことも可能ということできますねですね小島さん遠い遠い遠い
でもさっきのその、あの喋るのがあれば機能必要っすね。機能必要でね。じゃあとりあえずノーマルにしておきますね。小島様いかがでしょうか。あ、聞こえます。あ、聞こえる、めっちゃ聞こえる。はい、いいですね。普通に聞こえますよ。はい、いや僕も聞こえます。マイクがここにあるんで。じゃあちょっとあそこだな、コストコ行こうか。でもコストコ行ってあの一番でかいクマ買ってきても大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫、うん、テディベアの、テディベアになるのかなね、うん、いやめちゃくちゃ良かったっすね。いやいや、いきなりめちゃくちゃ良かったです。はい、はい、いきなりですけど、はい、めちゃくちゃ良かったです、はいはい、もう本当にこの道路事情と駐車環境だけクリアできれば、はい、これめちゃくちゃお買い得じゃないかなと思いました、うん、でもやっぱりもうさっきも言いましたけど、この大きさだからこの魅力だと思うんですよ。そうですね、はい、だからまあでかいからどうこうっていうよりはこれだからいいと思います、はい、だから都市部で使う方だとやっぱりかなり限られてきちゃうんじゃないかなっていう、まあそうですね、特に契約駐車場とかでもサイズが決まってるとかってなってくると、やっぱりこれ、はい、なかなか2台分借りればいいでしょとかってそういう問題じゃないじゃないですか、うん、そうですね、なかなか限られてくると思うんですけども、やっぱりここ行けるよっていう方にはこれ以上ないんじゃないかなっていう、意外にやっぱりその食わず嫌いだった部分があるじゃないですか。アメ車だからどうこうって、まあ、僕たち欧州車扱ってるからかもしれないですけど、もう非常にいい勉強になりました。いや本当勉強になりました、はい、というわけで今回はキャデラックエスカレードをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。